はい、どうもどうも、こんにちは。はい。はい、じゃあ始めましょう。はいはい。はい、どうもこんにちは、皆さん。間違えた。どうも皆さん、こんにちは。うまい棒です。では、飛ばせ、動物をのんびり実況プレイ。パート99かな。超お久しぶりですね。一週間くらい、飛び棒実況をお休みしていました。ごめんなさい。理由なんですけれどね、特に飛び盛りがね、ちょっとやることがないというか、いろいろありまして、なかなか飛び盛り実況は撮っておりませんでした。すいません。はい、あ、すいません、お久しぶりです。はい、あ、はい、わかりました。きっとね、みんな寂しがってたわね。ん、はい。ああ、そう。あ、はい。はい。出た。おっと。手紙が。うわ、いっぱいある。ちょっとじゃあ、タッチペン取りましょう。デイビッドとかいろいろ来てますが、どれも手紙を書いてみてよとかのやつなんですけどね。おっと、もうすぐ7月28日、あたりが一番輝くマイバースデーだよ。なるほど、マイバースデー、パート役はマイバースデーにしちゃうか、トンコの。なるほど。で、こちら、デイビッド。この手紙を君が読むとき、僕はもう引っ越しするよ。何？デイビッド、早くね、引っ越すの。しばらくやってなかったから、引っ越しちゃったのか。デイビッド、ごめん、ありがとう。デイビッドとはあんまし思い出がないね。デイビッドか、ほんと思い出がないな。まあ、やっていきましょう。いやー、もうすっかり夏ですね。僕の周りでもね、ほんともうセミがうるさいくらいですよ。夏休みにも入りましたしね。でもまあ夏休みはね、いっぱい勉強特権のね、やつとかあるのでね、大変なんですけどね。まあ毎日塾の夏期講習があるわけなんですけれど、まあ最低でも1本は動画を上げたいなと思っております。なんですけど、で、1本を上げるときは、動画を1日2本上げようかなとも考えておりますので、皆さんお楽しみにしていてください。では、結構ね、いろんな方から、パート役は何をするんですかというね、コメントを、まあいただいたんですけど、全然決めてないので、今回パート99だよね、多分。となると、パート100に何をするかを考えたりするので、多分またね、パート100までに時間が空くと思います。ごめんなさい。なんでまあ、お楽しみにしていてください。もしかするとというか、予定ではね、パート100ということで、100分耐久動画にしようかなとも考えております。100分もね、こんな、滑舌悪いうまい棒くんのね、ただ飛び盛りをするだけの実況を見てるのもね、まあ大変だと思いますが、アップロードするのに何時間かかるんだろうね。30分でアップロードするのがだいたい4、5時間くらいだから、10時間はかかるかな。大変だね。というようにね、まあ考えております。なので、お楽しみにしていてくださいな。で、よし、誰だお前。桜島か。名前忘れちゃったよ。どうもどうも。あー、すいません。ごめんなさいね。さて、いやー、そりゃこんな感じだったね。で、デイビッドじゃない、桜島に家を潰され、悲しい。タワー広場がひどい。うわ、誰だここにいたってやつ。
タワー広場。うわ、ちょっと待って、なんでタワー広場がこんなひどく荒らせなきゃいけないんだよ。タワー広場になんか何あんのか、お前らは、この野郎。桜島だと、これ、誰だ、この野郎。で、オス、モモコ。ああ、注意してんのか。で、誰だ誰だ、貴様。チョコ。何、美味しそうな、美味しそうな名前だが。いるかな。ちょっと出かけてます。いないね。こういう時に、これが便利なんですよ。てててて、てててん。メガホーン。じゃあやってみましょう。チョコー。こっちか。どこだどこだ。チョコどこじゃ。どこだ。おーおーおお。え、ウサギかわいい。かわいいか。でも後ろ姿かわいいね、なんか。まあ、うまい僕ね、ウサギ飼ってんのでね、結構かわいいんですよね。こうウサギが好きなんで、ちょっと。で、なんか、かわいいかな、うん、まあ、普通というか、なんか、でもなんかに、人間みたいだね。擬人化してるよね。なんか、ほら。お！皆さん、お分かりいただけますでしょうか？これ、虹ですよ、虹。虹ですよ、虹。いいね。虹だ、虹。お、見にくいけど、虹がかかってますね。いいね。で、おい、チョコの蓋捨ててた。どうも。あ、うまいよくや。だってね、マジで。はい。あれ？誘ったっけ？誘ったっけ？覚えてないな。お、覚えてません。誘いましたっけ？私、あなたを。ああ、なるほど。あ、ごめんなさい。すいませんでした。気づかなくて。ああ、よろしくお願いします。マジで。はい。なるほど。では、アルベルトに会いたいが、いないか。いや、良きね、うまい棒の良き友人、アルベルトに会いたいのだが、いるか？いや、ほんとでも久しぶりだね、なんか。ほんと飛び降りするの久しぶりだな。うん。やっぱ飛び降りってもうね、こんな、パート99くらいまで来ちゃうってやることがないよね、やっぱ。まあ結構ね、まあ自分で言うのはなんですけど、僕に憧れて実況を始めた人や飛び盛りを買った人っていうのはね、結局ってなんだおい、しっかりしろうまい棒、しっかりしろうまい棒、結構いるらしいんですよね。いやー嬉しいですね。そういう方がいるのはすごく嬉しいことですね。なんですけど、飛び盛り実況やっぱ人気が出ないんですけど、どうすればいいですかとかいうコメント前来たんですけれど、まあそれにはついてたんですけれどね、多分ですね、やっぱ途中からやってると思うんですよ、そういう方は。飛び盛り実況、まあすでになんか村がほぼ完成して家も大きくなった状態から飛び盛り実況パート1を始めたりしてると思うので、なのでね、結構人気出たいのはやっぱ村を一から作り直すことがいいのかなと思います。まあ僕もね、結構昔から見てる方は知ってると思いますが、飛び盛りの方はですね、買って早速一からね、何もない状態から実況を始めて、現在こんな風に、まあなんというか、ちゃんと整理された無駄になったわけなんですけれど、なんでね、結構初めからやるとまた人気が出るというか、いいんじゃないかなと思います。はい。まあ僕とね、結構、フレンドの方で、飛び盛り実況してる方もいるんですけど、まあ言うのもあれなんですけど、やっぱそういう方もみんな、途中から、飛び盛り実況を始めたせいでですね、やっぱあんまし再生回数が、2桁弱とか、そういう方が結構いるんですよ。はい。なんでね、まあ上から目線ですみませんが、まあ人気が出したいなら、ぜひそういう風に、まあ、初めからやったらいいんじゃないかなとは思います。まあ、まあね、今更初めからやるとか、マジありえねえとか言う人もいると思うんですけれど、まあ、そういうことはまあいいんですけどね。はい。で、オスビス。ああ、はい。ごめんなさい。そうなんですか。
じゃあ、わかりました。いやー、久しいな。ほんと久しぶりだな。懐かしいね。こんな感じだったね、無駄。懐かしい。あー、そうだ。さあ、飛び盛り逃走中のことどうすんだ。飛び盛り逃走中の件もね、ずっとほったらかしにしてました。どうしよう。どうしようかな。これも全然まだ何も準備してないし、夏休み中に開催できるのかどうかもまだ危うい状態なんですしね。非常に不伝道の方とやるって言ってんですけれど、結構不伝道の方も忙しいんだよね。なかなかそういう時間がないんですよね。あと僕受験もあるしさ、あーやだなー。もうそもそもさ、今年さ、欲しいゲームがいっぱい発売されたのよ。だからさ、やりたいのよ、それを。まあ、発売されたりするしさ、まずピクミン3もやりたいし、あと、ポケモン XY やりたいし、で、あとはマリオカート8もやりたい。あと、スマブラ 3DS もやりたいんだよね。あと、モンハンフォース。もう欲しいしね。うわぁ、もう。もうねぇ。はぁ、あ。受験というものが大変なんですよね。なんで、これから、今年受験の方は、お互い頑張りましょう。まだ来年、再来年、2、3年後に受験があるよって方は、頑張ってください。僕もね、頑張るんでね。お互い頑張りましょう。はい。と、まあ、ずっと話をしていたが、まだ12分か。時間が経つのが遅いような感じがしますね。はぁ、あ。いや、夏休みの宿題も多いしさ、もうね。おっと、渦巻き久しいな。うっす。あー、海のチェスト。勝ちだよ。ふぅ。よし。はいはいはい。では、行きますか。あ、そうそうそう。ですね、じゃあ、言っちゃいます。もうすぐ、というか、まあ、3日後ちょ、2日後かな、ついに、動くメモ帳 3D の配信ですね。はい、マイボくん。まあ、知ってる方も多いと思いますが、動くメモ帳 DSI の頃から4年間、動メモをやっておりました。なんで当然、動くメモ帳 3D でも活動いたします。もちろん、うまい棒という名前でやっていきます。まだ動メモ3D についてよくわかんないんですけれど、ぜひとも僕の作品を見ていただければ嬉しいなと思っております。なおですね、動メモ3D で作った作品等は、YouTube の方に随時、転載しようかなとも考えております。なのでね、ウゴメモ3D が見えないけど、できないけど、YouTube で見えるから、やったという方は、ぜひともお楽しみにしていてくださいな。はい。まあね、僕、うまい棒くんね、全然画力がないんですけどね。おぉ、虹が綺麗。全然うまい棒くん画力がないんですけれど、まあね、頑張ります。はい。で、そして虹が綺麗だね。今回これサムネイルにしたい。いいね、これサムネイルにしたいな。虹がバーチャクで出たらよかったのにね。なんで今回出ちゃうんだよ、この野郎。もう虹か。なんかゆずの歌でさ、虹ってなかったっけ。どういう歌か忘れちゃったけどさ、あったよね、虹って。うん、虹か、いいよね。よし、あ、虹で思い出した。マリオカート7でさ、レインボーロードってあるじゃないですか。マリオカート7の。あそこね、うまい僕苦手なんだよね。あそこ落ちるんだよ、よく。うまい僕よくワイルドだからね、吹っ飛びまくるからさ、飛ばすからいつも落ちちゃうんだよね。なんでほんとね、レインボーロード嫌いなんですよ。いつもほんと、世界の誰かとやるときはね、いつもな、順位は8位か7位なんですよ。そもそもマリオカート自身あんまし得意じゃないしね。まあマリオカートのね、対戦動画の方も
夏休み中にはやろうかなとも考えております。なんで、それもお楽しみに。はい。あとね、夏休み中には、他の実況の方も終わらせたいな。ドラクエの方は多分終わんないと思うから、夏休み中だと。そういえば、来年の3月以降に、ま、継続する形になるじゃん。なるじゃん、ま、ドラクエは。となると、ルーズ・ロックマンは完結させたいんですよね、夏休み中に。まあ、あれ自体も今、まあ、夏休みという設定なのでね。まあ、僕も夏休み中には終わらせたいんですが。で、ポケットモンスター、ピカチュウは、難しいところだな。あれもまだバッチは3個しか集めてないからさ。だからあれも頑張って終わらせたいけど、難しいかな。難しそうだな。じゃあ、まあ、終わらせるように頑張ります。でだ、なんか、いろいろ、七夕、何これ2個あんの？タイムサービス、虫大会、いつ？虫取り大会。え？終わっちゃった？ええー、うわぁ、しばらく飛び盛りやってなかったから、情報が入ってこなかった。くそー、虫取り大会やりたかったなぁ。ごめんなさい、虫取り大会やりたかった。あー、くそー。まあいいや。じゃあ、今回はもう終わりにしたいと思います。じゃあ今回は、お久しぶりですの回で、したいと思います。じゃあ、ではカフェでくつろいで終わりましょうか。暑い暑い。ほんと暑いね、もう。もうね、海やプール行きたいね。よし、おっとんこ。ブルーマウンテン。何？青い山？何？富士山？お願いします。結構ね、よくいろんな方に、うまい棒さんって、食堂の割には画質いいですよねっていうコメントをいただくんですよね。はい。なんですけど、特に、まあ何も工夫はしてません。単に、ね、3DS の画面にカメラを向けて撮ってだけです。あ、でも、ズームとか、そういうのをね、ぴったり調節してですね、まあ映したりとかはしてます。程よい酸味が大人っぽい味だ。ふぅ、ありがとうございました。はい、あざした。はい、どうも。ふぅ、いや、いいね。いや、ほんともう疲れた。疲れた。毎日ほんと塾やら何やらでも忙しくてさ、塾に夏休みでも部活あるし、あと勉強の方もしないといけない。さらに結構皆さんからのコメントもチェックしたいとか、あと馬ラジの方の来た音楽の方も頑張って聞いております。予想以上に音楽多かったんでね。まあ先週はお休みさせていただきました。すいません。では、じゃあ、そろそろ終わりますか。では、今回は、喫茶店ハスの巣からお別れいたしましょう。ありがとうございました。では、次回は、ついにパート100ということで、パート100ということで、多分パート100は、8月の中旬くらいかな。結構パート役はね、いろいろとやりたいこととかをまとめて、まあ考えたりするのでね、まあお楽しみにしていてください。ではご視聴ありがとうございました。ふぅ、またねー、バイバイ。